おはこんばんにちは、ゆっくり霊夢よ。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は音速の貴公子にまつわる話をするわね。魔理沙はこの異名を聞いたことあるかしら？聞いたことないな。有名な人物なのか？ええ。彼は史上最高の F1 ドライバー、そして史上最も影響力のある F1 ドライバーと称される人物、アイルトンセナよ。すごい人物じゃないか。そんな大物 F1 ドライバーの話って、どんなものなんだ？今回紹介するのは悪夢の週末、元イモラの悲劇。セナを含む2名の選手が、F1 のレース中に事故死してしまったの。一度のレースで2名も、気になるんだぜ。早速教えてくれ。では早速解説していくわね。ゆっくりしていってね。イモラの悲劇が発生したのは1994年5月1日のことよ。この日、イタリアのイモラにあるイモラサーキットで F1 レースが開催されたの。このレースはモータースポーツファンの間で、強く記憶されている出来事の一つでね。先ほども言ったように音速の貴公子、アイルトンセナがこのレースで事故死してしまったのよ。まず最初にアイルトンセナについて教えてほしいんだぜ。彼はどれほどすごい F1 レーサーだったんだ？わかったわ。ではまず、彼のことを詳しく解説していくわね。アイルトンセナダシルバ。以下、セナは1960年3月21日にブラジルのサンパウロ州サンパウロで誕生したわ。セナは幼い頃から優れた運動神経を持ち合わせていてね。体操をはじめ、様々なスポーツを得意としていたわ。この写真はセナが3歳の頃のものよ。可愛いんだぜ。本当に可愛らしいわよね。でも3歳頃のセナは運動神経は優秀でも、運動協調性に問題があったんだって。運動協調性？ええ。3歳になっても階段を登ることが苦手だったそうよ。でも脳に異常はなく、母方の祖父の家ですくすく成長したわ。最初からモータースポーツに興味があったわけではないんだな。セナが自動車とモータースポーツに興味を持ち始めたのは、4歳頃のこと。この頃からカートの運転を始め、7歳の時に所有地の農場で初めてジープを運転したの。7歳でジープを運転って、驚愕なんだぜ。この頃、セナはクラッチを使うことなくギアチェンジすることを覚え、13歳にセナの父自作のレーシングカートでレースに参加し始めるわ。初めてのレースではライバルに接触されてリタイアしてしまったけど、セナの父はセナのレース活動をサポートしてきたの。13歳といってもまだ子供だし、家族のサポートなしでは成長できない部分も多いだろうからな。その後のセナの活躍は？1977年、セナが17歳の時には南アメリカカート選手権を制し、その後1978年から1982年にかけて世界カート選手権に参戦。この写真はセナが21歳の時の写真よ。1979年と1980年には、シリーズランキングで2位となっているわ。すごい成長ぶりだな。セナは日本でも活躍しているわよ。1978年に当時の日本国内カートレースの最高峰、ジャパンカートレースに参戦していて、4位入賞。そして結婚や離婚を経て、1983年シーズンのイギリス F3 でチャンピオンを獲得し、翌年1984年、セナが24歳の時、イギリスのレーシングチームであったトールマンからついに F1 デビューを果たすの。おお、いよいよだな。F1 デビューしてからの活躍はどうなんだ？1985年ポルトガル GP で初勝利、1988年には初のドライバーズチャンピオン。以降1990、91年と、3度のチャンピオンとなるわ。すごい功績なんだぜ。初優勝を飾ったポルトガル GP ではロータス F1 チームに移籍し、初のポールポジションを獲得したのよ。ポールポジションというのは、モータースポーツの決勝レースのスタート位置で、最前列の一番内側を指すの。通常は、予選で最速ラップを記録したドライバーがこの位置を獲得するわ。絶好調だな。着実に力をつけトップドライバーと肩を並べるようになると、セナはホンダエンジンに興味を持ち始めるの。ホンダって、日本のホンダか？そうよ。この頃、ホンダエンジンは急速に力をつけていてね。ホンダエンジンにあっさりと抜かされてしまった経験から、セナはホンダエンジンのパワーを欲するようになるの。日本の F1 といえばホンダ。みたいなのあるよな。私はあんまり詳しくないけど。それで、セナは無事にホンダからエンジンを供給されたのか？ええ。セナが強く要望したおかげで、1987年にホンダエンジンを獲得することができたわ。さらにこの年、ロータスのチームメイトにホンダと縁の深い F1 ルーキー中島悟が加入したの。おお、このあたりから日本とも関わりができてきたんだな。そうなのよ。日本人ドライバーである中島悟が F1 デビューするのと同時に、本格的な F1 中継が日本でも開始されたんだけど、セナのルックスと速さから日本でファンが爆発的に増えて、後述する第15戦日本 GP での活躍が決定的となり、日本国内で空前の F1 ブームが到来したの。セナ自身も地元のブラジル GP に次いで強い声援をもらえる地として、日本を気に入っていたのよ。
いっぱい応援してくれる人がいたら、頑張ろうって気になるもんな。この年はロータスが実戦に投入した、開発途上のアクティブサスペンションに不具合が多発して、ポールポジション1回、優勝2回にとどまってしまった上、以後、シーズンが進むにつれて成績が下降していったけど、セナは堅実に結果を残し、F1 が初めて鈴鹿サーキットで開催された第15戦日本 GP では、予選7位から2位で大逆転フィニッシュし、ホンダに母国での F1 表彰台をもたらしたわ。ホンダ、嬉しいだろうな。そして翌1988年、この年からホンダがマクラーレンと提携し、エンジン供給パートナーになること、そしてセナがマクラーレンに移籍することが発表されたわ。この年のマクラーレンは強力なホンダエンジン、そしてアイルトンセナ、アラン・プロストのジョイントナンバーワン体制によって、シーズン16戦15勝を挙げる成績を残すの。さらにセナも第15戦日本 GP にて、初のワールドチャンピオンに輝くわ。この年の記念パーティーでセナは子本田総一郎氏と出会い、来年も最高のエンジンを作ってやるからなと言われ、感動して涙を流したそうよ。泣ける話なんだぜ。ただすごい成績なのはわかるんだが、アラン・プロスト？ジョイントナンバーワン体制？ってなんだ？アラン・プロストはプロフェッサーの異名を持つレーサーよ。彼はセナと2年間マクラーレンで同じチームメイトだったの。ジョイントナンバーワン体制は、二人のドライバーを同列に扱う体制。ナンバーワンを決めてしまうと、ナンバーツーのドライバーは不満がたまり、ドライバー間の不和を招く。結果ナンバーツーがチームを離れてしまうということを防ぐための策ね。マクラーレンとウィリアムズ F1 チームには、ドライバーに優劣をつけずに対等に扱う文化があって、その一環としてこの体制が取られているの。さらにドライバー同士が切磋琢磨し合うことで、チームが活性化するというメリットもあるわ。その防止策はいいと思うんだが、でも二人の間で全く問題が起こらないってことはとても考えにくいような。ええ、マリサの言う通りよ。マクラーレンはこの年、素晴らしい成績を残したんだけど、翌年の1989年にはセナとプロストの仲が悪化してしまうの。そのきっかけとなったのが、セナがプロストとの紳士協定を反してしまったこと。二人はどんな紳士協定を結んでいたんだ？先に第一コーナーに侵入した者がレースの主導権を得るというものよ。これをセナが赤旗中断を経た再スタート直後、2コーナーでプロストを抜いてしまったの。この事件がきっかけで二人の溝はさらに深まってしまい、この年開催されたチャンピオンをかけた第15戦日本 GP で、両者は接触事故を起こしてしまうわ。接触事故？どういう状況だったんだ？先に試験に入ったプロストの右インにセナが突っ込んだの。その後、プロストは車を降りてリタイアしたわ。セナは？セナは再スタートして1位でゴールしたわ。でもレース後に失格処分となり、チャンピオンの座をプロストに明け渡す結果となってしまったの。悔しいだろうな。二人のこの年の成績はどうだったんだ？プロストは4勝で13度の入賞、セナは6勝1度の入賞。セナはプロストより勝利数が上回っていたものの、安定度の差が段違いだったわ。そしてセナは当時の FIA 国際自動車連盟会長から、危険なドライバーとみなされ、スーパーライセンス発行拒否の危機に陥ることになってしまったの。スーパーライセンスって、F1 参加の必須条件だよな？選手生命に関わる大変な事件じゃないか？ええ、そうなのよ。でも最終的にセナが当時の FIA 会長に謝罪したことで、1990年のシーズン開幕直前にスーパーライセンスの発行が許可されたの。このことで、セナは1990年シーズンも活躍することになるわ。おお、ギリギリだけど間に合ってよかったんだぜ。プロストとは相変わらず仲が悪いのか？プロストはこの年にフェラーリへ移籍しているから、マクラーレンにはいないわよ。一年後にはフェラーリを解雇されてしまうけどね。そして、プロストとセナの仲だけど、両者の対立はまだ続くわ。この年でも第15戦日本 GP において、スタート直後に先行するプロストのインにセナが突っ込み、両者ともそのままコースアウトしリタイアしたのよ。2年連続後味が悪い結果だなぁ。ええ、YouTube 上で動画があるから、気になる方は検索してみてほしいわ。この1990年では5勝のプロストを抑え、6勝のセナが2度目のチャンピオンに輝いたわ。ちなみにさっきのプロストとの接触事故は、セナ自身が故意的だったと認めているのよ。報復的なものだったのかな。それでもやらないに越したことはないんだぜ。一歩間違えれば大事故につながるしな。1991年は3度目のワールドチャンピオンに輝くも、1992年にはウィリアムズに圧倒され、ランキング4位に終わってしまうわ。そして1992年はホンダが F1 参戦休止を表明したの。ホンダの母国ラストレースである第15戦日本 GP では、ヘルメットに小さな日の丸をペイントしたほか、コックピット内にも日の丸の小旗を用意するなど、地元の日本人ファンとホンダへの感謝を示したわ。なんだか嬉しくなっちゃうんだぜ。結果は？3周目にホンダエンジンのトラブルが発生し、リタイアしてしまったわ。
最終戦オーストラリア GP でも、決勝でトップ争い中に追突事故を起こしてリタイア。ホンダエンジンでのラスト2戦を、好結果で締めくくることができなかったの。またもや後味の悪い終わり方だな。1993年は？ホンダエンジンはもう使えないんだろ？ええ。非力なフォードエンジンで戦うことになったセナだけど、序盤から前評判を覆すほどの活躍を見せるわ。でもフェラーリを解雇されウィリアムズに移籍したセナのライバル、プロストにチャンピオンの座を奪われる結果に終わってしまったの。この年、セナはランキング2位だったわ。チャンピオンになったプロストと、セナの確執が気になるところだが。それが、この年に二人は和解の握手をしているのよ。最終戦オーストラリア GP が終わった後にね、その後は二人が仲良く会話する様子も見られていて、この二人の和解は多くの感動を生んだわ。心配だったけど、無事に和解できてよかったんだぜ。ただ、この二人の和解をもって終わった1993年シーズンが、最後のセナプロ対決となってしまったの。プロストがこの年に引退を表明していたこともそうなんだけど、翌年のシーズンでついにイモラの悲劇が起こってしまうわ。ああ、ついに本題に入ってしまうのか。セナは一体どうなってしまうんだろうか。ここまで長くなってしまったわね。セナの経歴についてはところどころで割愛してしまったけど、そろそろ今回の本題に入るわ。1994年、セナは6年間在籍したマクラーレンを離れ、かつてから望んでいたウィリアムズへ移籍を果たすわ。マスコミの一部では、セナが圧倒的な勝利を見せてくれると期待し、セナの活躍をファンたちが心待ちにするも、前年までのウィリアムズの武器であったアクティブサスペンションや、トラクションコントロールなどのハイテク装備がこの年のルール変更により禁止されてしまい、マシンのバランスが不安定になり、セナは序盤の2戦でポールポジションを取りつつも、追走中にスピンしてしまいリタイアとなってしまったの。ハイテク装備の禁止って、ウィリアムズにとってそんなに痛手だったのか？ええ。専門的な話になってしまうから簡単に解説するけど、アクティブサスペンションなんかはマシンの航空力学的に神経質な部分を補っていてね。セナ自身も、第3戦前にマシンをドライブするなんてことはできないよ。マシンには空力的にドライブが難しい部分があったようだ。パフォーマンスは最悪で、まだ乗りこなせていないと、チームメンバーに吐露しているわ。新しいマシンはちゃんと空力に関することにも手が加えられていたんだけど、他のチームのマシンには劣ってしまっていたのよね。セナがウィリアムズの移籍を望んでいたのって、ハイテク装備マシンに見せられてっていうのもあるだろうし、移籍した年にルール変更で、マシンも変更だなんてかわいそうなんだぜ。セナは最初の2戦ともリタイアだったのか？ええ。どちらもポールポジションを獲得しているけど、開幕戦のブラジル GP ではスピンしてリタイア、岡山で開催された2戦目パシフィック GP では追突されてリタイア、開幕2戦を消化した時点でノーポイントだったのは、セナのデビュー以来初めてのことだったわ。この先のレースが気になるところだがどうだったんだ？第2戦はサンマリノ GP。1994年5月1日にイタリアのイモラにあるイモラサーキットで開催されたわ。開幕戦と第2戦どちらもリタイアになったセナは、このサンマリノ GP をここが自らの開幕戦と誓い、レースに臨んだわ。しかしサンマリノグランプリ初日の予選1日目において、セナと同郷の後輩として親しかったルーベンス・バリチェロというドライバーが縁石に弾かれてしまい、時速230キロのスピードでバリアに衝突してしまったの。この事故を目の当たりにしたセナは自分のマシンから降りてメディカルセンターへと向かったわ。心配なんだぜ。まさか親しい後輩が事故に遭うなんて、思っても見なかっただろうし。それで、バリチェロは大丈夫だったのか？ええ、鼻の骨を折る程度で済んだわ。バリチェロの意識が回復したのを確認したセナは、再びマシンに乗って走行を継続したんだけど、その日の夜、ホテルに帰ったセナは恋人にバリチェロの事故について電話で伝えている途中、泣き崩れてしまったそうよ。そりゃ命に別状はないとはいえ、悲しいんだぜ。セナのメンタル面が心配だが、翌日は大丈夫だったのか？ええ。バリチェロのことがあったにもかかわらず、セナは翌日の予選2日目で自己ベストタイムを更新したの。新しいマシンだし、バリチェロのことがあったし、という中で自己ベスト更新はすごいんだぜ。乗りこなすまで早かったな。ええ、セナはチームメイトと意見を交わし、マシンが改善されたという考えで一致したそうよ。この日の午前に、バリチェロも無事に退院することができたわ。不安材料だったものが少しずつ解決していってて、しかも自己ベスト更新もできて、まだ予選段階だろ？本戦でかなり期待ができるな。ええ、きっと、誰もがそう思っていたわ。問題が起こったのは午後。2回目の予選セッションが始まって18分が経過した時、シムテック所属のローランド・ラッツェンバーガーが、時速314キロのスピードでコンクリートバリアに衝突してしまったの。ラッツェンバーガーは日本ではラッツェンさんの愛称で親しまれていて、日本でも活躍していた人物よ。
ラッツェンバーガーは、この1994年、第2戦パシフィック GP で、初めての F1 デビューを果たしたばかりだったの。パシフィック GP って確か岡山県で開催されたんだよな。日本でも馴染み深かったんだな。それで、彼はどうなったんだ？病院に搬送されたものの、頸椎骨折、内臓破裂などでほぼ即死の状態だったわ。33歳の若さで亡くなってしまったの。そんな。事故の衝撃は凄まじいもので、強度の高いカーボンモノコックに穴が開くほどのものだったそうよ。ラッツェンバーガーの体が露出していたんだって。事故原因はわかっているのか？フロントウィングの破損が事故原因として疑われているわ。事故の直前に一度コースアウトしていて、その時にフロントウィングがダメージを受けていた可能性が高いそうよ。セナは？同じサーキットにいたんだろ？事故の映像を見たセナは、急いで現場に向かった後、メディカルセンターへと足を運んだわ。友人からラッツェンバーガーが亡くなったことを伝えられると、セナは悲しみに打ちのめされていた様子だったそうよ。そんなセナを見た友人は、レースを続ける必要はない。参加を取りやめ、釣りでも行こうと提案したそうなんだけど、セナはレースを止めることはできないと拒否し、ウィリアムズのガレージへと戻ったわ。セナは予選セッションは途中で切り上げたそうよ。前日に後輩のクラッシュ事故があったばかりなのに、まさか2日連続で事故が起こるなんて、セナの精神状態が心配なんだぜ。ガレージに戻ったセナは泣き崩れて、床に倒れ込んでしまったそうね。それからセナは予選後の記者会見を欠席したことと、ラッツェンバーガーの事故現場へ向かう時にオフィシャルカーを運転したことについて、FIA とレース審査委員会から懲戒処分を検討されてしまうの。結局両方とも不問になったんだけど、セナは嫌悪感をあらわにしていたそうよ。嫌悪感をあらわにするって、そりゃ当たり前なんだぜ。ドライバーのメンタルケアってかなり大事だと思うんだが、その後のセナは大丈夫だったのか？翌日のウォームアップ走行セッションでは、2位のドライバーより 0.9 秒速いトップタイムを記録したわ。そしてその後、かつてチームメイトとして争い不仲だったプロストと再会するの。二人は前シーズンで仲直りしているから、この時に30分ほど会話を交わしているわ。どんな会話をしていたんだ？ F1 の安全性の向上について会話をしたんだって。セナはプロストにも協力を求め、最後に、二人はモナコグランプリ前に再び会う約束をしたそうよ。前年引退してしまったプロストはこの時レース解説者を務めていたんだけど、約束の後にセナは解説席のプロストに向かって挨拶し、こんにちは、僕らの親愛なる友人アラン。君がいなくなって僕たちは寂しいよ。と述べたそうよ。プロストはこのコメントに驚いたと同時に、非常に感動したと語っているわ。泣けるんだぜ。以前まで犬猿の仲だったとは思えないな。ファンもきっと感動したと思うんだぜ。でも、さらなる悲劇が起こるの。まず決勝レースがスタートした直後に、衝突されたマシンの破片が観客席に飛び散り、複数の観客が負傷する事故が起こったわ。レースは中止されなかったのか？セーフティーカーが5周にわたって全競技車両を先導し、その間に散乱した破片の撤去作業が行われたわ。この時セナは加速してセーフティーカーの横に並び、先導速度を上げるように指示したりして、事態の収束に手を貸したの。率先して動ける人ってすごいよな。それにしても、このサンマリの GP で次々と重大事故が起こりすぎだろ。そうよね。6周目からレースは再開され、セナは直ちにペースを上げていき、レース全体でも3番目に速いラップタイムで周回したわ。この時セナを追っていたドライバーは、コーナー通過時にセナの車が激しく底打ちして火花が上がっていたことを確認したそうよ。火花が上がるほどの速度でコーナーを通過って、大丈夫なのか？事態が変わったのは、7周目。先ほどと同じタンブレロコーナーに差し掛かった時、セナのマシンは通常の走行ラインから外れ、直線的にコースアウトした後、緩衝材のないコンクリートバリアに衝突してしまったわ。その時の具体的な速度とかは分かっているのか？時速309キロの速度でコーナーに進入、その後強くブレーキをかけてタイヤをロックさせ、時速211キロの速度でバリアに衝突したそうよ。衝突した後は右フロントのホイールと、コーンを弾き飛ばした後にスピンしながら停止したの。新幹線と約同じ速度でコーナーに進入し、その後日本の鉄道より断然速い速度でバリアへ突っ込んだわけか。セナはどうなったんだ？車が停止した後、コックピット内のセナは微動だにしなかったそうよ。でも空撮ではわずかに頭部を起こすような動きが確認されて、もしかしたらセナは無事なのかもと、誰もが可能性を感じた瞬間があったそうなの。無事だったのか？いえ、その動きはセナの意思で動いたわけではなく、実際は深刻な脳損傷による体の痙攣だったわ。即死状態だったのか。その後のセナの救助は？医療スタッフが到着するまで誰もセナの体に触れることはできず、マシンから救助されたのは事故発生から数分後のこと。
この時の様子は上空のヘリコプターから全世界に中継されていて、この突然の事故はリアルタイムで F1 ファンに知れ渡ったわ。みんなが期待していたセナの活躍が、まさかこんなことになるなんて。セナは、きっと助からなかったんだよな。ええ、救助時、すでにセナの頭部には目に見える損傷があったし、地面にも大量の血液が付着していたわ。セナの軌道を確保するため、現場で緊急気管切開が行われたわ。この手術を施したのはセナの友人で、ラッツェンバーガーの死亡時にも立ち会いしていた人物よ。その彼の名はシドワトキンス。彼は F1 の救急医療班として26年間代表を務めた人物で、F1 ドクターとして世界的に有名な脳神経外科医なの。ワトキンスはこの時すでにセナが亡くなっていることをわかっていたのかな。ワトキンスは後に、事故当時についてこのような報告をしているわ。彼は穏やかな表情をしていた。まぶたを引き上げて動向を確認すると、脳に大きな損傷があるのがわかった。私たちはコックピットから彼を引き上げ、地面に寝かせた。そうしている時に、彼はため息をついた。私は信心深い人間ではないが、その瞬間に彼の魂が旅立ったのだと感じた。ああ、やっぱり。脳に損傷が見られていたらもう、助からないよな。でも、ワトキンスはもう助からないとわかっていてそれでも救命活動を施したのか。この時はまだ心肺停止状態ではなかったのよ。病院の集中治療室に運ばれた後に心臓が停止して、医師による心肺蘇生が成功したんだけど、5月1日の18時37分、再びセナは心肺停止状態となり、この時は蘇生処置を行わない決定がなされ、34歳の若さで、セナは亡くなったわ。レースは？セナの事故から37分後に再開されているわ。ラッツェンバーガーが事故で亡くなった直後に再開されたのもよっとしたが、セナの事故後も普通に再開されたのか。その前にも観客席に破片が飛び散る事故があったのに、セナの死亡原因などは判明しているのか？レース前の精神状態が影響しているとか？もともと、事故現場となったコーナーでは過去にもそのまま直進して、コンクリート壁に激突するという事故が起きていて、少なくとも事故の多いコースの一つだったわ。コーナーから壁への衝突時の飛散のリスクを考慮すると、コースとの距離が絶対的に不足していたのよね。それでもコーナーのすぐ外側に川が流れているなどといった立地の関係から、ずっと放置されていたの。セナ自身もイモラサーキットに不安を抱えていたそうで、事故死から1ヶ月前にテスト走行した際、このコーナーに立ち、イモラサーキットの関係者に路面に凹凸があり危険だと指摘した後、ここで今年誰かが死ぬ、そう話していたそうよ。これについては実際の映像も残されているみたい。それがまさか自分が被害に遭うとは、思ってもみなかっただろうな。それにセナがプロストに相談していた、F1 での安全性の低さが、こういうところに顕著に出てしまった結果になったな。皮肉にも、だが、マシンのトラブルがあったとか、セナの事故より前に発生していた破片の散乱がしっかり片付けられていなかったとか、そういうのは？議論に挙げられているけど、直接的な原因として判明しているわけではないわ。死亡原因は、大破したマシンの部品がヘルメットを貫通したと判明しているの。そしてマリサの言っていた精神状態に関してだけど、確かにセナは試合前、憔悴しきっていた様子だったそうよ。このレース前にプロストはセナに会ったそうなんだけど、どこかおかしいことを感じていた、と後に語っているの。レース前にバリチェロの事故、さらにラッツェンバーガーの死亡事故が発生しているわけだからな。そりゃ憔悴しきるに決まってるんだぜ。それだけじゃないわ。サンマリの GP の週末、セナの元交際相手がポルトガルからイタリアのイモラまでやってきて、当時交際していた彼女との関係を断って、自分とよりを戻すよう説得しに来たんだって。うわぁ。大事な試合前なのに、そんなのきつすぎるんだぜ。レースに向けて集中したいだろうしな。そうね。こういったことが重なって、事故前のセナはプレッシャーにさらされていたこと、さらに精神的ストレスを抱えていたと、他の F1 ドライバーが語っているわ。そしてこれは後に判明したことなんだけど、現場に到着してセナを救助した医療スタッフが、畳まれたオーストラリア国旗をコックピットから発見していたの。これはセナがレース後、ラッツェンバーガーに敬意を表して掲げようと準備していたものだったそうよ。セナの人柄がよく出ているな。セナの母国のブラジルでも、多くの人が悲しみに暮れただろうな。セナの死は国家的な悲劇だったわ。セナが亡くなったことが判明すると、当時のブラジル大統領がすぐさま追悼談話を発表し、国家が翌日の5月2日から3日間、喪に服すことを宣言したの。そしてセナの遺体が入った棺の輸送についてだけど、棺って貨物として扱われるだろ？貨物室に入れられて輸送されるなんて、悲しい話だが、マリサの言う通りで、通常は貨物として扱われるわ。
でもセナの棺に関しては、輸送を担当したバリグブラジル航空の方針に反して、特例としてファーストクラスの客室を用いて輸送されたの。セナの棺は大きなブラジル国旗で覆われ、セナの弟と近しい友人たちが付き添ったわ。ブラジル国民にとっても、セナはそれほど偉大なスターだったんだな。ええ、ブラジルのテレビ各局では通常の番組編成を中断してセナの死を伝え、事故の前日に録画されたセナの最後のインタビューを繰り返し放送したそうよ。葬儀については、国葬が執り行われたわ。この様子はブラジルのテレビ各局が生中継し、セナのふるさとであるサンパウロでは推定300万人の人々が通りを埋め尽くしたそうよ。この国葬にはブラジル国民たちだけでなく、多くのレース界の著名人たちが参列し、プロストや後輩であったバリチェロをはじめ、彼らがセナの棺を担いだわ。国葬後、セナはサンパウロのモルンビー墓地に葬られ、墓石には、ナーダ・ポージミー、セパラーブー、アモージディウス、神の愛より我を分かつ者なし、と刻まれているわ。この意味は新約聖書の一書、ローマの信徒への手紙にちなむもので、高いものも深いものも、その他どんな被造物も、私たちの主キリストイエスにおける神の愛から、私たちを引き離すことはできないのである、というものよ。セナはキリスト教徒で、今はふるさとで静かに眠っているんだな。それにしても一度のレースで二人も亡くなるなんて。レースの結果は結局どうなったんだ？中断された最初のレースとの合算ポイントで争われることになり、ドイツのミハエル・シューマッハが優勝したわ。この時の表彰式では、事故で亡くなったラッツェンバーガーとセナへの配慮から、シャンパンファイトは行われなかったの。そして優勝者のミハエル・シューマッハは後に、F1 の安全性の改善を求めたわ。サンマリノ GP の次戦であるモナコ GP においては、FIA はラッツェンバーガーとセナに敬意を表して、予選1位と2位のグリッド、スタート1を空席に、そしてそれぞれにブラジル国旗、オーストラリア国旗をペイントしたわ。モナコ GP、セナとプロストがまた会う約束をした場所だな。もちろん、日本でも影響があっただろ？当時は空前の F1 ブームだったみたいだし。もちろんよ。日本では特に F1 の独占中継権を持つフジテレビが、セナの衝突事故を大々的に報じたわ。事故時は F1 中継の前番組であるニュースが放送されていたんだけど、セナがクラッシュしたことが速報で伝えられた後に、イモラサーキットから生中継が開始され、その後、一旦決勝レースの録画放送となっていたわ。それから約20分後にセナの訃報が、ニュース速報として字幕スーパーで世間に伝えられ、再び生中継に変わった後、このレースの実況担当であった三宅正春、解説の今宮淳、ピットリポートの河合和人が、視聴者にセナの死を涙をこらえながら伝えたわ。三宅正春が、セナがこの世の人ではなくなりました。今宮さん、私たちも何と言っていいかと、とね。三宅正春さんって、今目覚ましテレビの総合司会として活躍しているアナウンサーだよな。当時のこの中継は、記憶に残っている人も多いかもしれないな。2日朝の報道情報番組目覚ましテレビでは、この事故を現地からの最新情報も交え速報で詳しく伝え、その後の昼夕のニュース番組でもトップ項目で報じられたの。深夜の報道番組ではかつてセナのチームメイトだった元 F1 ドライバー中島悟をゲストに迎え、番組中盤で約40分間にわたりセナの死について特集で伝えたわ。当時の日本の F1 人気はセナの存在によるところも大きく、セナの死以降、日本での F1 人気には限りが出始めたの。そういえば、日本ではセナの人気がどれほどだったかってまだ聞いてないな。知らない人も多いだろ。セナは、オフシーズンに日本のテレビ番組に頻繁に出演していたのよ。その中でも特に有名なのが、トンネルズの石橋貴明とのカート対決ね。石橋貴明と共演していたのか。そうよ。この時セナはわざとコースをショートカットして反則負けとなり、その罰として石橋貴明に、鈴鹿で優勝した時に被ったヘルメットを贈呈することになったの。その後、約束通りヘルメットが石橋貴明の元に届けられたけど、届いた時にはセナの事故死が世間に知れ渡られていて、石橋貴明は、これはセナの魂が宿っているものだから、俺が被ることはできないとして大切に飾るだけにとどめ、その後、このレース対決企画はセナの遺志を継ぐとして2年間継続されたわ。そんなことがあったのか、知らなかったんだぜ。あと馴染み深いのは週刊少年ジャンプかしら。ジャンプは1990から92年までセナの所属するマクラーレンのスポンサーになっていて、この当時に1991年シーズンのセナを主人公とした漫画、F の閃光が連載されていたり、同じジャンプ作品のボボボ、ジョジョの奇妙な冒険第5部でも、セナの名前が登場しているわ。ボーボボは考えたら負け、だから聞かないけど、ジョジョにも登場していたんだな。ええ、レオーネ・アバッキオのプロフィールで、セナのことを自分のヒーローとして挙げているのよ。あと、日本で F1 の実況を務めていた古舘一郎の話を一つ。
彼は大のセナファンで、冒頭に話した音速の貴公子の異名を世間に広めたのも、古舘伊知郎なのよ。彼が F1 実況中継時にこの異名を頻繁に使用していて、それが世間へだんだんと定着していったの。へえ、そうなのか。でも、今では F1 実況で古舘伊知郎の声を聞かないような。セナの亡くなった1994年をもって F1 実況から去ったからね。その後は、三宅正春が1999年まで F1 実況を務めたのよ。でもセナの事故死以降、日本での F1 ブームは下火になっていったし、どれだけセナの存在が日本の F1 ブームにとって大きかったのか、よくわかると思うわ。そうだな。セナと深い関係があったホンダは？ああ、でもこの時って F1 から離れていたんだっけ？この時すでに F1 から撤退していたホンダは、セナとはこの時に契約や関係があった状況ではなかったけど、セナとのお別れを希望する日本のファンのために、セナがマクラーレン所属時代に使用していたヘルメットを、青山の本社1階ショールームに展示したの。そして献花台などを設置し、セナとのお別れの場を設けたわ。この時、1991年に死去していた創業者のホンダ総一郎の、自動車メーカーの経営者が車の渋滞を起こすような車窓などしてはいけないとの生前からの言葉に合わせるように、通常は一般に開放していない本社地下の駐車場を、車で訪れたファンに対して無料で開放したの。さらに帰郷したファンには後にセナのポストカード3枚が入った封筒を郵送するなど、最大限の配慮を持ってセナの死を悼んだわ。いい話なんだぜ。セナはホンダと深い関係があったしな。きっとセナも天国で喜んでいると思うんだぜ。この事故によって、セナが生前に訴えていた F1 の安全性については改善されたのか？ええ。FIA は次戦のモナコ GP に向けて、迅速に安全対策を講じたわ。イモラサーキットのコーナーも改修が施されたわ。そして、シーズン途中にもかかわらず、レギュレーションにも変更が加えられたの。その中で特筆すべきは、ドライバーの安全を守るものね。コックピット側面の高さを引き上げることによって、横方向の衝撃からドライバーの頭部を保護する調整や、コックピット全長を拡大させることによって、ドライバーがコックピット全部に頭部を打ち付けることの予防、など、そしてガードレールの安全性改善、バリアの再設計、衝突安全性の強化なども施されたわ。もっと早くから実施されていれば、ラッツェンバーガーもセナも無事だったかもしれない。そう考えるとやるせないんだぜ。サンマリの GP だけでなく次戦のモナコ GP でも、ドライバーが意識不明の渋滞に陥る事故が発生したり、モナコ GP の後のテスト走行でもドライバーが足に全治1年の重傷を負う事故が発生。スペイン GP 予選ではラッツェンバーガーに代わって、チームに加入したドライバーが両足を骨折する事故が発生。こういった重大事故が多発したシーズンだったわ。安全性が問われる状況が浮き彫りになったんだな。シーズン途中のレギュレーション変更も当然なんだぜ。それにしても、本当に最高のドライバーを亡くしてしまったな。当時日本で F1 をリアルタイムで視聴していた方たちの中には、セナに深い思い入れがあるんじゃないか？ええ、きっとそうだと思うわ。日本での当時の F1 ブームはすごかったと聞くもの。さっき言っていたように、日本の漫画作品に影響を与えているしな。すごいんだぜ。セナの死から24年が経った2018年には、マクラーレンオートモーティブより、セナの名を冠した新型スーパーカー、マクラーレンセナが発表されたりと、今でも根強い人気が伺えるわね。多くの人々の記憶に鮮明に焼き付いているアイルトンセナ。今後も人気が衰えることはないだろうな。願わくば、この悪夢の週末が二度と繰り返されませんように、なんだぜ。それでは今回はこの辺で終わろうかしら。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは事故や災害について解説してるから、よかったらチャンネル登録と高評価をよろしく頼むぜ。あとこのチャンネルで解説してもらいたい事故や災害があったら、気軽にコメント欄で教えてくれると助かるぜ。それではまた次回会いましょう。バイバイ。